食べたんだけど、なんかすいた。そう、あ、お風呂は入ったもん。お風呂は入った。みんななんか寝てたね。あんまりなんかやっぱ昼寝できないからすぐ目覚めちゃった。ね、何食べて、なんかね、サイリンの YouTube を見たの。自炊、一人暮らしの自炊を見て、わあ、サイリン嫁にしたいって思いながら、なんか自分も料理したいって、なんか料理スイッチ入りたいって思った。全然入んないけど、入ったらいいなーくらいの感覚。いい感じに顔いじってみるね、これで。卵焼き、いや、甘くもなくしょっぱくもなく普通でした。普通に、でもいい出汁の味がしましたね。え、でもキッチンどんな感じの作りなんだろうってちょっと気になったけど。いいな。私もなんかキッチンすごい狭いからあんまり料理する気なんなくて、キッチン広くて、なんかもうちょっとやりやすかったら全然やると思うかな。もし次お家に引っ越して、お家を引っ越した時はキッチン重視でやろうかなって。そう、 YouTube を見たの今から。やっぱああいうなんか、なんだろう、普段作れるようなものの方が助かるよね。なんかおしゃれな料理とかより。いやね、私絶対 IH 向いてないからガスコンロがいいな。お腹すいた。夜ご飯食べました？ご飯の話。じゃあ今日何食べたか教えるね。今のところ。まず、朝ちょっと時間がなくて、なんかファミマでバームクーヘンみたいな、こんくらいのバームクーヘンを食べて、お昼にそうめん、サラダそうめん食べて、で、みんな何食べました？ほぼお菓子。そう、バームクーヘンもお菓子だし。さすがにそうめんだけじゃお腹空いちゃった。うん、お寿司いいな。トンテキ、わあいいね。牛タンいいな。そばも食べたいし、うどんも食べたくなる最近。なんか唐揚げに無限ピーマン、うん、いいね。ピーマンいいな。唐揚げポテト食べた、美味しいよね。グリーンカレーラーメンとか美味しそう。肩焼きそばもいいね。お腹すいた。もうシャリーの YouTube 見てよりお腹すいちゃった。手が唐揚げの匂いする。なんか作る気なんないからどうしようかな。殻付きウニとアワビだっていいな。アワビ食べたい。アワビ大好き。
なんかサヤリン見てると私も YouTube したいって思っちゃう。絶対編集できないけど。足のサイズ教えて。それはプレゼントしてくれるってこと？初見なのにプレゼントしてくれるの？いや、カップラーメンもありだけど、なんかカップラーメンだけじゃ満たされなさそうな言いしてる今。昼麺で夜も麺ってあんまり嫌なんだよね。わかる？わかんない。変なこだわり。ウーバーに頼ろうかな。岩手県はいいな。ね、なんか違うメニューにしたくなるよね。別にいいんだけど、気持ち的に。でも今すっごいね、バーミヤンのチャーハンが食べたいんだけど、バーミヤンのウーバーイーツもやってないの。食べたい。でも YouTube もね、大変そうだから。ネギシいいな。少ないけど結構ご飯系多い。この時間は でもモスとか食べたい。すごい、ないんだけど。今雨降ってんのかな。てか今風立ちぬのを初めて見たんですけど、みんなは見たことありますか？ってないんだ。あー、見たことないなら、なんかもう話あんまり続かないな、みんなと。私はなんかすごい飛行機に関して詳しくないからかわかんないけど、飛行機の部分に関しては理解が全然できなかったんだけど、あと現実と夢行ったり来たりしすぎて、すごい世界観だなと思った。なんだろう、でも表現の仕方がすごいなんか違うよね。伝わる？見た人なんか、変わった感じだった。すごいストレートになんか伝える映画ではないって感じ。でもすごい、私もなんかそういう戦争系とか戦う系のジブリは好きじゃないけど、平和なジブリは大好きですね。待っても、お腹すいた。ね、声優さんもでも知ってる方が多くて、でも堀越二郎、その主役の人のあれはすごい、なんかあれは誰がやってる？そうなんだ、エヴァの監督さんだったんだ。それは聞き慣れない声だよね。そうなんだ、だからすごいなんか不思議な感覚だった。別になんか下手くそとかじゃないんだけど、すごいなんか、そうだったんだ。ゴジラとエヴァって一緒なんですね。
まあいい意味でなんかセリフって感じはしたけど、それがなんか後に良くなってきてはいたって感じ、なんか後にハマってきてなったなとは思ったりはしたけど。ナウシカで巨人兵のサッカーした人。なるほど。巨人兵って大きいやつだ。でもやっぱジブリは考えさせられる、すごい分かんない、難しいって思う部分が私からしたら多いから。評論家系 YouTuber そんな私語彙力ないから。でもゲーム実況とかしたい、頑張りたいもん。ゲーム、すごい趣味をゲームにしたいって思う。得意っていうか、なんか全部やったことあるぐらいだから全部中途半端かもね。得意とかないなって思っちゃう。待って、お腹空いちゃった。肌綺麗、まあフィルターつけてもらってるから。さっきゲームしてないよ。今のところ一食ちゃんとしたご飯は、あとはほぼお菓子で埋め尽くされてる。リーちゃんに、リーちゃん、お腹すかない？あれ、いや、お腹すかない？何何いや、なんか作るか、ウーバーちゃんするか。ちょっと移動する。待って、ちょっとスクショしていい？どうする？なんか空いてる？は？なんか空いてる？うん、沖縄そばでも作ろうか。え、作ってくれんの？ちょっと行くね、ちょっと移動します。作ってくれんなら、たいたたた食べちょちょちょ、移動してきました。栄養あるもの、沖縄そばなら作ってあげるよ。沖縄そばとポーク卵だな。じゃあなんかめんどくさいなみたいな、ちょっと作ってくれるの、うん、りーちゃん何が食べたい？もともと沖縄そば食べようかなって思ってたから。分かった。じゃあゆうちゃんはもう腹ペコペコペコリンチュだから、うん、その前に待ってな、うん、沖縄そば大好き。あ、みんな言ってるよ、ラフテーって。ラフテーは沖縄そばに入ってないですね。そうなんだ。ラフテーじゃない、三枚肉。三枚肉か手びちか早期じゃない、手びち、うん、ちょっとさ、ちょっと待って、ちょっと電気消してくる。あ、いいよ、リラ行って。何何、ペコペコペコリンチョ。
もう餓死しそうなくらいペコペコペコリンチョなんだけど。すごいテレビちょっと音でかくない？よいしょ。そう、沖縄そばとフーチャンプルを最近お店で食べに行ったんですけども、めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しくて、豚足はストックしてない。なんだよね、あんまりスピン配信したくないんだけど、リップは塗ってる。そう、読谷食堂、もう一回行きたい。もう一回っていうか、その回数に限らず毎日行きたいくらいですけど。私は全部目分量で作っちゃうから失敗しちゃう。たまにね、たまに30回に1回くらい失敗する。みんなはさ、何食べたんですか？言って。耳かけしてるの、右耳。多分 iPhone はね、携帯は反転してないけど、 iPad はまだ反転するっぽい。ちょっとさ、10時まで待って。うん、分かった。もう限界でも待って。うん、なんか口に入れて、もうお腹スカスカで死んじゃいそう。こうやって甘えるの。人参しりしり沖縄そば小ライス小、いいですね。それ定食にした方がいいんじゃなかった？あ、人参しりしりが食べたかっただけ。危ない。これなんか、うん、絶対ご飯食べてなかったから、なんか体調悪かった気がする。でも一日一食は持たない体。ポーク卵定食食べたいね。いや、岐阜の話もしよう、ちゃんと。岐阜は、いや、岐阜タンメン食べたい。ゆうちゃんも食べたいさ。いや、ゆうちゃんより食べたいもん。美味しいよね、一番美味しい。マジで岐阜タンメン食べたい。もう食べたすぎる。でもさ、岐阜タン丼とかをさ、中部地方で言っても中部地方の人は食べるから、関東に出さないといけないと思うのよね。岐阜帰ったらラーメンばっか食べそう。東京進出しないかな。本当に地方限定だね、これ。
岐阜タンメン、もう逆に普通のタンメンはそんな食べたことがないから分かんないけど、なんか醤油とニンニクベースだから美味しいんじゃない。ベビースター食べたよね、りーちゃんも。あれ食べてないっけね、あれ味しなかった岐阜タンメンとはっていう感じのベビースターだったから。あとは何があるかな。私普通に横綱ラーメン食べたいもん。ベトコンラーメンも食べたいし、台湾ラーメンも食べたいし、食べたいラーメンが多すぎる。東京は濃い味好きだと思う。東京より名古屋の方が濃い味好きなんじゃない。ライライ亭も好き。ライライ亭ってあんま東京にないんだっけ。でもラーメンばっか食べててもさ、お母さんのご飯も食べたいじゃん。あ、混ぜそばというか油そばはカジケンってとこが美味しい。これもチェーン店なんだけど、郊外や。だから東京だったら川崎ニュータンタンメンと蒙古タンメンをそろそろ食べたい。そう、でも家系ラーメン食べたいから、近いうち一人で食べに行こうかなって思ったりもしてる。高山ラーメンはあんま食べないな。でもすごいシンプルな味。ちょっと前に食べたけど、あれさやえんどう入ってて美味しかった。ラーメンに欠かせないトッピングは何ですか。煮卵。知ってるよ、りーちゃんは隠れず卵毎回食べてるよね。私も卵食べたいって思うんだけど、卵を食べる胃がたまになくなるんだよね。でも私うずらの卵が好きで、家系って絶対うずらの卵入ってるじゃん、から好きなんだよね。ニンニク、ネギ、コーンとバター、煮卵、背脂、メンマ、ニンニク、チャーシュー、煮卵、背脂2回食ってきた。チャーシュー、もやし、ネギ、メンマ。私もでも絶対物によるけど、ネギ絶対入れるし、ニンニクも絶対入れるし、いや海苔いらないタイプの人。私岐阜タンメンはもやしも入れれるから、もう、はあ、食べたい。一風堂の高菜は美味しいよね。だからうずらの卵が多分好きなんだと思うかな。替え玉はまあ胃があったら、胃が空いてたら。家系は海苔とほうれん草はね欠かせないよね。岐阜駅に美味しい家系ラーメン屋さんがあるんだよね。一正屋。高校時代よく行ったんですけど。リップはロム&のリップです。ね、家系ラーメンにご飯はもう欠かせないってことに気づいて、この前食べたんだけど超美味しかった。
家系ラーメンは私も玉ねぎ入れる。基本なんか机の卓上に置いてある自分でセルフで入れれるものは入れれるものは入れるわ。ほうれん草美味しいよね、家系の。なんか空いてきた。そんな食べ物の話ばっかり毎日食べ物の話しかしてないの嫌なんだけど、毎日毎日気をつけます。作りますなんかストレス与えてないよね、大丈夫。いや、ラーメンの汁とご飯って最高だよね。ラーメンの汁とチャーハンも最高だが、ねえ、お腹空いてきちゃうよね。ディズニーだ最近なんかディズニーの歌を聴くことにハマってて、でもなんか日本語だとちょっと冷めちゃうというかが外国語が良くて、テレレレテレレレをよく聴きます。をよく聞きます。中華丼の卵も美味しいよね。いや、もううずらの卵が美味しいんよ。そう、パートオブユアワールド正解、マーメイド正解。それはちゃう、それはホールニューワールド。すごいね、みんなよくわかるね、これ歌って。テレテレンテンテレンテンテンテレテレンテンテレンテンテンテレンテンテレンテ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 ン、こんなやったらバンされた。そうなんだ、もう26日も発表されたんだ。そう、出ません、出ません。あんたんだしー、あんたんだしー、マジディズニー行きたくなる。いや、私ラプンツェルも大好きなんですよね。アリエルの、お姫様、お姫様で好きなのはラプンツェルだけど、歌はアリエルが好きかも。もう全部好き。そう、髪の毛超長い子。でもディズニーとかもあんまり映画見たことないから、ラプンツェルくらいしかわかんない。アリエルとかちゃんと見たことないと思う。見た方がいい、時間があれば見ます。シアター系乗り物系のアトラクション、もちろん乗り物だけど、スティッチとお話できるとこ行ったけど、すごい楽しかった。お話できなかったけどね。撮りたいなと思ったことはないです。夏とかやっぱいいよね、ああいうスティッチとかで涼まるのって。
ユニバーもうずっと行ってないかも。3、4年行ってるんじゃない、行ってないんじゃないか。え、あるの？サイに乗りたいってこと？ゾウとかならわかるけど。ディズニーで今これ、あ、ディズニーとかに限らず何のキャラクターが好きですか？はてなっていう質問質問ですか、それは。ないん、ないんかいないんかい。ステラルーちゃんじゃない多分。でもあのハムのぬいぐるみも持ってからすごいハムが好きだし、シナモンも好き、シナモロール。でもマイメロも好きだし、コギムも好きだし、なんかいっぱいある。ちゃんと連れてこようかな、こっちに。ハム？うん。あ、豚？おい、ハムや。豚やめ。いや、サンリオに行きたいのもずっと言ってる。ピロロロワールドに行きたい。ピロロワールド？なんだっけ？ピロロワールド？ピロロでもないんだが。ピロロ、うん？ピュロランドで。ピューロランド？ピューロランド。行きたいんだけど、ピューロっていうのがめんどくてピューロランドって言ってる。行きたいの。ピューロランドはいつ行けるかな。明日で緊急事態終わるよね。今日か。うん。マイメロとクロメの違い分かんないのはちょっとやばい。調べた方がいいよね。なんかピューロはすごい平和になりそうだから行きたい。でも全然あれだよね、お酒の提供とかも7時までとかだっけ。全然あれだよね、お店もあれ8時までだよね。それは変わんない。あれ、ああマンボウになったってこと？こと？そうだよ。合ってた。結局8時までだもんね。まあすごく大事でしょ。ねえ、確かになんかお仕事終わりに行くラーメン屋とか行きたいけど。それもなんかないのはちょっと嫌だな。なんか、ね、お酒もあれだよね、2人までで90分ってなったから。しっかりしてる。シナモンの圧倒的人気なんで。かわいいじゃん。まあ実物、シナモンの実物もちっちゃくてかわいいからじゃない。プリンが2位だっけ。シナモロールかわいいよね。
これをシナモンのポーズしてる糸シナモン着子とかも人気じゃない？10分になったらランキング読む。シナモンは犬。ドリンも犬じゃない？鈴鹿公園楽しみにしているんだけど、みんなレッスン頑張ってるので楽しみにしててください。見に来てね。手紙書いた、明日出すね。待ってる。誰とポジション一緒かも見といてね。みんなに会えるの楽しみにしてる。7月とかも公演いっぱい出れたらいいなって思ってるから楽しみ。出れると信じたい。そうだよね、みんなも公園入りたいよね。 B 公園も全然出れるけど、どうだろうね、ポジションとかの問題もあるから、出れたらいいなって思ってます。7月はだって、まああれ、夏染めフェスがあって、まあ、公演とかその他もろもろあったり、8月は8の日もあるので、もう7月なのね、早い。楽しみに来ててください。みんなに会えるの楽しみにしてます。あ、じゃあ4日来る人、ワンツースリーだったらね、お考えるね、レッドタオルでいかん。はーい、いけない。そんなに来れないのかしら。でも多分結構暑いと思うので、うん、いけない方が多そう。暑いと思うので皆さんも熱中症対策して。全然来れないじゃん。でも会えるの楽しみにしてる。頑張るね。キラキラしてきます。ってことでランキング読みます。13位、ピーチボーイさん。ありがとうございます。12位、エリカットマーク。特製台湾、うなとりのほっぺ、かわいいさん。ありがとうございます。11位、ユキタンアットマークナタン大好きなとりどんさん。ありがとうございます。10位、ポンダアットマークなとりどん。ユーナのお顔大好きさん。ありがとうございます。9位、ワイキーアットマークすっぴんも超可愛くて好きだからまた見せてもろてーさん。ありがとうございます。8位、台湾中心アットマーク偽物お疲れ超大盛りなとりどんさん。ありがとうございます。7位、茨城の台湾アットマークなとりどんさん。ありがとうございます。6位、ひのちゃんの中心さん、ありがとうございます。5位、TK トンからとマークタイのなとりどんさん、ありがとうございます。4位、ロロさん、ありがとうございます。3位、ミータンとマークゆーちゃんしかかたんさん、ありがとうございます。2位、クロケンとマークレッスンお疲れ様、たまにはゆっくり寝てもろてーさん、ありがとうございます。そして1位がイナジアとマークたちのゆうの彩りたいさんです。ありがとうございました。
イエーイ。ということで、見てくれてありがとうございました。今からご飯を食べてゆっくりします。それではおやすみなさい。1週間頑張りましょう。バイバーイ。